This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどんタニティアバンドゥのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。今年9月、タイ初の観測衛星を宇宙に打ち上げる計画です。観光名所の改修が進められています。暖かい地域看護クリニックが成功しています。バンコク都庁は優遇措置でゴミ分別を促進する計画です。それではまず初めのニュースです。今年9月、タイ初の観測衛星を宇宙に打ち上げる計画です。タイは今年9月に打ち上げが予定されているタイ初の観測衛星テオス2の打ち上げ準備を進めています。タイの宇宙産業を国際水準に押し上げる技術を披露する場となるほか、テオス3の計画も準備が進められています。政府は宇宙技術の発展に注目し、宇宙インフラを準備し、衛星管制局や受信局、地上衛星運用システムの開発など、国の宇宙開発を継続的に進めています。衛星データ、ウェアハウスシステムや、国立衛星組み立て試験センターなどを設置し、品質と国際規格の認定を受けた航空宇宙におけるタイの革新と卓越した技術をアピールする方針です。国の航空宇宙産業インフラの一つ、チョンブリー県シラチャー郡のスペースイノベーションパークは、国際規格を満たす近代的なセンターです。政府はタイ初の地球観測衛星、テオス2プロジェクトの進捗状況を明らかにしました。この衛星は現在、組み立てが完了し、テストは続けられています。フランスのトゥールーズにあるエアバスの試験施設にて、管理された環境の下で保管されています。打ち上げは2023年9月、南米のフランス領ギアナの発射台で予定されています。また今年10月にはインドのシュリー・ハリコータのダワン実証宇宙センター内のロケット発射基地で小型衛星テオス 2A の打ち上げも計画されています。テオス2のプロジェクトでは22名のタイ人衛星技術者をイギリスに派遣し、厳しい訓練や指導が行われています。タイ人技術者が学ぶことでタイの宇宙ビジネスの成長が期待されています。新しいエンジニアや人工衛星の製造に興味のある人を受け入れ、開発チームに参加させ、一般市民、民間企業、大学など関心のある人々にその知識を伝えることで、新たなエンジニアの創出を続けていきます。そして近い将来には、タイ人だけの開発で、テオス3を製作していきたいと意気込んでいます。次のニュースです。観光名所の改修が進められています。タイ公共事業都市計画局が主導し、ラノン県の温泉アトラクションの開発とラクサ・ワリン公園の改善プロジェクトが進められています。当局は全国の観光地を継続的に開発しており、その一環でラノン県で改善プロジェクトが実施されています。ラノン県は健康観光の目的地、ウェルネスシティを目指し、国を代表する保養地となるべく開発を進めています。特に老朽化した観光名所の保全、修復、完全な設備の設置を増やしています。
公共事業や公共施設の人材不足の問題では、雇用を促進し、キャリアを生み出し、質の高い生活とより多くの収入を獲得できるよう、民間からの協力を仰いでいます。多くの温泉では、国際基準を満たす品質の維持に努めています。アンダマンコーストの南側の県の観光地の開発を目指し、観光名所の調査と設計、開発を続けています。今年、ラクサ・ワリン公園周辺の温泉と景観の改善に予算が使われています。タイ人観光客と外国人観光客の両方を受け入れるため、ラクサ・ワリン温泉から続くクロンハット・ソンペン周辺の景観も改善していきます。ラノン県の観光エリア開発プロジェクトは、公共スペースを有意義に利用することを目的に、20年の国家戦略に沿った多様性の創造と競争力を強化するものです。住みやすい都市へと変革し、生活の質を向上させ、都市のアイデンティティを維持することは、観光とインフラの面で重要で、タイと世界をつなぐことになります。次のニュースです。温かい地域看護クリニックが成功しています。タイでは医療を受ける権利を促進させ、温かい地域看護クリニックを全国に拡大させてきました。現在このクリニックは331カ所に拡大しました。国民健康保険基金では30バーツで治療が受けられるゴールドカード保持者に対し、プライマリーケアサービスや予防医療サービスを基準品質を保持しながら利用できるよう努めています。プライマリーネットワークの拡大、より包括的で便利なサービスの提供、待ち時間の短縮、サービスユニットの混雑緩和などが実施されています。そのうちの一つ、温かい地域看護クリニックでは、すべてのタイ人のために8項目にわたる対策、健康増進サービスなどの基本的な看護サービスを提供しています。専門家の指導のもと、看護師として人々のケアを毎日行っています。医師の治療計画に従って、薬物投与などの外来サービス、怪我のケアなどの基本的な看護、カテーテル、病人の食事、在宅医療サービスなど幅広い看護を行っています。ゴールドカード保持者は、温かい地域看護クリニックを受ければ、便利で早く、病院で待つ必要がなく、交通費も節約できます。温かい地域看護クリニックプロジェクトは、2019年にバンコク都で試験的に実施されました。現在は他の県にも拡大し、全国331カ所のコミュニティ看護クリニックがあります。温かい地域看護クリニックによるサービスで利便性が向上し、遠隔地での医療サービス提供から自宅近くで介護サービスを受けることができるようになっています。2022年1月から2023年6月までで 26,913 回まで看護サービスは増加しています。温かい地域看護クリニックのサービスは今後もさらに増えていく見込みです。次のニュースです。バンコク都庁は優遇措置でゴミ分別を促進する計画です。チャカパン・バンコク副都知事は、バンコク都庁は一般家庭から徴収しているゴミ回収処理料金を値上げする予定ですが、ゴミの分別をしっかり行っている家庭は、料金を据え置く予定だと明らかにしました。ゴミ料金の改定は、都庁の法律専門部門が内容を精査した後、承認を得るために都議会に提出されることになりますが、ゴミ分別をきちんとやっている家庭を値上げ対象から除外することで、ゴミ分別の普及促進が期待されると説明しています。ゴミ料金改定案では、1日に出すゴミが20リットル未満の家庭から月に60バーツのゴミ料金を徴収します。料金の内訳は、回収料30バーツ、処理料金30バーツとなっています。これ以上の量のゴミに関する1日のゴミの量と、月間のゴミ徴収料金は、20リットル以上、1000リットル未満が120バーツ、1000リットル以上が8000バーツとなる予定です。一方、バンコク都庁と国鉄が線路脇のゴミを撤去しました。
バンコク都庁とタイ国有鉄道がこのほど作業員30人を派遣してバンコク都内パヤタイ地区の鉄道の線路脇に散乱していたゴミを片付けました。これはバンコク在住22年目という日本人がゴミまみれの場所のすぐ横列車が走行する画像やタイ人の貧富の差に言及したコメントをネット上に投稿し、これがタイで人気のサイトで取り上げられたことに関係当局が反応したものです。チャッチャーとバンコク都知事は線路脇にゴミが散乱していたのは約 1.2km に及ぶ沿線で違法に生活していた約100家族の立ち退きの結果であるとし、立ち退きはドンムン空港、スワナプーム空港、ウタパオ空港とをつなぐ高速鉄道の建設のために先月行われたものだが、その後もゴミは放置されたままだったと説明しました。またタイ国有鉄道の担当者によりますと、線路脇に大量のゴミが放置されることなどを防止するため、タイ国有鉄道では線路脇に柵や立ち入り禁止の看板を設ける予定です。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。今年9月、タイ初の観測衛星宇宙に打ち上げる計画です。観光名所の改修が進められています。暖かい地域看護クリニックが成功しています。バンコク都庁は優遇措置でゴミ分別を促進する計画です。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。รักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดินฟ้ายังสิ้นความห่างไกลขอฟ้าทิ้งคนมาคลุมครองอาแผ่นไรก็โอบโลกไว้ภายในラジオハイランドの鉄線の放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Includes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.